小野です。坂井です。さあ、行きましょうか。質問です。芸術高校油絵科の2年生です。好きな絵を描くことはいけないことなのでしょうか。個人制作の時に絵の具で遊びすぎてしまうというか、楽しくなりすぎてしまうのです。そのせいか、よく先生から自由に好きなものを描きたいなら、人様になんか見せずに、 無人島にでも行って、一人で描けば <laughs> と言われてしまいます。また、制作転用の作品に動物を描いてたのですが、モチーフとしてかっこいいから、その動物が先生は苦手だったらしく、高評価の時に、この動物が個人的に大嫌いなんだけど、この中で好きな人いるとその場にいる人に挙手させたりとか、ちなみにみんなが帰った後、二人きりになった時に、あの、 動物確かにかっこいいよね直接見るのは嫌だけど写真とかで見るのは好きなんだとおっしゃってました続きます。<laughs> <だ>私の作品は確かに好みが分かれる作品だと思いますそれに正直言ってデッサン力も入学してからずっと校内最下位ですなので今の自分の画風のまま説得力のあるものは現時点では私には描けません そんなこんなで受験生になってしまいました。今はとても絵を描くことが嫌になっています。もちろん描き始めると楽しいのですが、またもう一つ質問なのですが、こういうモチベーションが下がっている時は、どのようにして気分を上げていけばよいのでしょうかはい。はい。ちょっと戻りますね。うん。途中なんかちょっと、<おう> <laughs> この、このページの、はい 中盤から後半にかけてが、はい、ちょっとんってなりましたね。その先生の言っていることが、うん、えっとその動物嫌いだと。でも後から確かにかっこいいよね。って本人に言いに来たって言うんですよね。<laughs> ちょ怖い。<laughs> <laughs> なんかちょっと分裂気味ですよね。うん、やばい人うん、どういうことなんだろうね。うん、何なんだ？うん、好きな絵を描くことはいけないことなのでしょう。 うん、まあいけなくないですよね <laughs> あのー、<け>こ,この質問、うん、この文章だけにストレートに答えれば何もいけなくないですよね。うん、好きなこと書けばいいんじゃないの、うん、ただそれが、えっとまあ、先生が言ってるそのうんと何でしたっけ上の人様なんかに見せず無人島にでも行って。一人で書けば、まあ、なんかこう ちょっと皮肉めいた言い方ですけど、これは。うん、まあ、でも、うん、とつまり人に見せる以上は人にどう取られるか、うん、ということに対して、うん、えっとある程度アンテナを張るべきだと言ってるわけですよね、うん、この先生は、うんうんと。その考えは僕はあの結構、共感できるところはありますね。<laughs> 組取りましたね、うん、あの こんなに皮肉めいた言い方はしないけどま <laughs> あでもそういう意味でしょこれはそうですね、うん、無人島にでも行ってってこれはもう完全にその <laughs> あなたに無人島に行くことを勧めてるわけじゃないから <laughs> これはね単なるその皮肉ですよこれは皮肉ですね、うん、だから人に見せる以上その見られ方に多少こう興味を持てというか<ー>そういうことですよねいやその、うん このこの前段階で例えば何らかの出題があってこういうものを書きなさいとかこういう指示で書きなさいが全く、うん、あの組まれずに自由に書いたんであれば、うん、先生は多分無人島にでも行ってって言いそうですけどね。うん、うん、そのそこの個人政策っていうのは あの課題じゃないんですかね課題じゃないってこやそのグループ制作とかあるのかなそれに対して個人政策なのか<え>それともその出題がないもの自分が出題がないのかなないもの出題がある課題と自分でその好きに書いているもののことを個人政策というのかなとかちょっとその個人政策っていうのが何なのか分からないんだけど、まあ、でも出題が先生からの何らか 出題があってクラスのみんながそれぞれ自分の答えを提出するみたいなそういう課題に答えるみたいなことであるならこういうふうにんていうかなお題とかんかこういうことを重んじろみたいな先生の教えに対してあんまりそういう感じがしなかったら先生が怒ってこういうことを言うのかなとも思ったんですけど。そうですね でも、そういうのすら関係ないんだったら自分でその自由に書く絵、うん、先生からのお題じゃなくて、うん、であればここまで言われるのはちょっとおかしいかなとも思います。そうですね。何だ、うん、か意図がないと言わないと思うんだけどな、うん、なんかこう本当に何でも自由だよっていう段階で言うのかなでも。 まだ何,の何の絵なのかによりますよね、うん、その課題の絵なのか、うんうん、例えば入試だったらやっぱり課題の絵だし何、うん、か例えばその「何々ポスターコンクール」とか、うん、そういうのだったらやっぱりそのこれが優秀賞とか,、うん、なんか最終的に決まったりするじゃないですか、うん、そうするとやっぱりそういう賞を取りに行くってことを、うん、なんか目指させるというかね先生は。 だからそ,のそのためにはこういうことが大事だみたいな、うん、こういうことを抑えなさいみたいなそういうことをみんなに言ってるのにうん、うん、なんか全然好き勝手やってるなと先生が感じて、まあ、こういうことをちょっと言うっていうのは何となく流れとしては <laughs> あるのかなとも思いますけど <laughs> まあどういう前提があったのかちょっとわかんないかんなないら何とも言えないですけど、ただその、うん、あれですよね。やっぱりあの見る人、 が何を考えるのかとか感じるのかっていうのはある程度こちら側もなんていうか学ぶ姿勢は必要ですよねそのうんあった方がいいと僕は思ってますねあらそんなことをそんなところを見てくれるんだとか、うん、あらそんなことは気にしてなかったなとか、うん、あの学びの機会ではあるんですよね、うん、何か絵に対して語りかけてることっていうのはだからまあその絵に対して語りかけてることっていうのは 非常にこう傷つくような物言いだったかもしれないですけども <laughs> そのくみ取りっていうのは大事だなって組み取っていくうんって思いましたでえっ、ー、とでですはいこういうモチベーションが下がっている時はどのように気分を上げていけばいいのでしょうか、うん、受験生なのに絵を描くのが嫌になっちゃってるから、うんうん でも受験生だから書かないとみたいな、うん、そういうことだったんですね。うん、モチベーションかうそうですね、まあ、僕,はの僕の場合ですけど、うん、こんなふうにしてたっていうのが、まあ、2つあって<う> 1>, 1つはあのやっぱりいろいろ画像とかでもいいので、うん、自分がいいなって思う絵を見たり今までのその なんか集めたもものとかかででいいんんすよね、うん、なんか本とかでもいいし画像とかでもいいからそういう好きなものっていうのを集めといて、うん、でやっぱそういうのを見返してみると、うん、あやっぱりかっこいいなとかやっぱり綺麗だなとか、うん、なんかそういうふうにそのこうふつふつとこうそ,のそれをいいと思った時の気持ちがよみがえってきてもう一回。うんうん、であこういうのを自分もやっぱりやりたいなというふうな気持ちになってモチベーションが上がるっていうのが。 あの自分の場合はありましたね。<ー>はい。あの結局、うん、何かをこうやりたい。まあ、例えば絵を描きたいとか、う,ん、うん、なんかこう舞台で女優さんをやりたいとか、<laughs> <laughs> あとなんかサッカーをやりたいとか、<ー>うん、演奏をしたいとか何かの。うん、なんかこういうののきっかけってなんかそれを見た時が多くないですか。なんか例えばそのすごいサッカープレイヤーの。 ドリブルとかをこうテレビで見た少年が「うん、かっこいい!」ってなって「うん、そのボール買って!」って親に言って <laughs> でサッカー始めたいみたいな<う>結構そういう何かを始めたくなる瞬間ってやっぱりそういうすごいなと思うものに見て、うん、であれをやりたいっていうふう風になるっていうのは衝動かなと思うんですよねだからそれをもう一回思い出すためにもう一回それを見て、うんうん、ああやっぱりいいみたいな。 自分もこんなふうになりたいみたいな感じの感覚を思い起こす<ー>、うん、っていうのが一つそれからもう一つは僕は結構音楽を聴いてこれはちょっと何というか、うん、ストレス発散というか、うん、まあ気分転換に近いですけど、まあ、好きな音楽を聴いてなんか気分をパッとさせるっていうか、うん、なんかそんな感じ <laughs> その2つですかねえそのなんかこう「はい、頑張るぞ!」的な音楽なんですかそれは。 ああの歌詞が応援してるみたいな <laughs> そうそう全然そういうんじゃないそ,そういうんじゃない <laughs> はいあのー、単純にこう <laughs> 好きな音楽を聴くはい、はいはい、そうです,そうですな何でもいいんですけど、うん、まあ自分の場合とかだと、うん、結構そのメッセージとかじゃなくて、うん、単純にこう音がもうバーンとノリがいいとか、うん、そういうのでおなんかこう高揚感があるなみたいな感じで、うん、よしやろうみたいな感じですね、うんはい これ前に話したことあると思うけど自分の絵をこう縦に重ねていって、うん、今まで描いたよ、うん、厚みを確認するっていうペラペラの状態でそうそうどんどん重ねていって、うんうん、こ,こんだけ描いてるのか俺はみたいなで最初から見返して、うん、上手くなっていっている自分を確認する、うん、上手くなっていってるぞっていう、うん、あそうすると <laughs>、うん、モチベーション湧くそうです まだ上手くなれる。なるほどなるほど。まだいけるはずだ<ー>みたいな。なるほどなるほど。っていうなんかこう自分の成長を再確認っていうのをしましたね、うんうん。いいですね。うん、そのなんかこう行き詰まってるみたいな感じになるんで、うんうん、気分が乗らないっていう,うん、うん。歩んでるぞと。<歩>今自分はこんなに書いてきたし。うんうんうん ここまで成長して、うん、今やめちゃうんですかねあなた、うん、みたいなだからだってちゃんと歩んでいけば、うん、着々と上がっていくイメージっていうのが湧くってことですねなるほどしてましたうん、うん、それもいいですね参考にしてください、うん、そうですね <laughs> でももう本当ねでも皆さん先生の言葉にこう敏感になりすぎちゃダメですよ小前にも話したんですけど、うん、そうですねあとそのモチベーションの上げ方も <laughs>、うん、まあ一例として話したけど、うん みんなそれぞれ持ってるといいですね。なんかこうカラオケ行ってわーって歌うとかそういうのの人もいるしね。一人一人自分はこれやると結構嫌なこと忘れるなとかでもなんかあるといいなとは思いますね。なんか食べるでもいいし。そうですね。見つけていきましょう。はい。はい。そんなとこでしょうか。今日は以上になります。それではまた次回です。そんじゃね。 さようならー。